適正価格とはどのように作られるか。これはですね、すべての会社が基本的にですね、マーケターだったら全員知らないとやばいです。でもこういう知らないマーケターでね、こうやってネクタイ締めて、私はマーケティング業者ですとかね、私はマーケターです。バカかてめえはということなんです。これにはですね、PSM 分析、プライスセンシティビティメジメントというものがめちゃめちゃ重要になっています。この分析スキルがないと皆さんは事業に成功しません。まずは、めちゃめちゃ簡単です。こんなね、横文字出すの難しいかなと思ったらめちゃめちゃ簡単です。まず、4つの質問を用意しました。いくらから高いと感じ始めますかって周りの人に聞いてください。この、例えばこのね、この商品がいくらだったら高いと感じますか、実際にね、使ってみて、アンケートを取ってください。で、いくらから安いと感じ始めますか、はい、これも聞いてください。で、逆にいくらなら高すぎて買えないか。で、4つ目に、いくらなら安すぎて品質が悪いと疑い始めるか。これを、例えば、100人に聞いてもです。皆さんがカフェ出そうが、焼肉やろうが、スポーツジム作ろうが、何でクリーニングやろうが、何でもいいですけども、100人ぐらいに聞いてみてください。別に100人じゃなくても、10人も30人もね、20人も何でもいいんだけども、とにかく聞いてください。そしたら、ね、僕もいろんなお店やってました。麻布十番でね、1年ぐらい前に、これが一番、まあ、そうか、来週に美容院が出たりするとか、まあそういった僕のお店でもコース料理を設定するときはメニューを設定するとき必ずやってる PSM 分析。例えばですね、10人が、100人に聞いたら10人が、このいくらなら高いと感じるかなってここら辺でした。1万8000円だったらちょっと高いなと感じました。このね、僕のコースが。ね、で、その50人が、この2万円超えるとちょっと高いと感じるかなって、このこういう線を引いていくんです。100人中100人が高いと感じるっていうのをここの線で、言ってきました。ありますね、めちゃめちゃ簡単。逆に高すぎるなって感じるのはどうだろうって言ったら、10人ぐらいが、2万5000円過ぎたら高すぎるなと、50人ぐらいが3万5000、3000円ぐらい過ぎたら高すぎる、ね、100人ぐらいが、4万5000円だったら高すぎても買えないと感じるということですね。ここには見てください。10人のこの間にはギャップがありますよね。1万7000円ぐらいが高いなと、2万6000円ぐらいが高すぎるということですね。このギャップをこうやって作っててください。で、これと同じく逆に安いと感じる、安すぎると感じるという質問を、また同じ4つの質問をね、していくわけですね。そうすると、こういうグラフが必ずできるんです。で、このグラフができたら必ず4つのクロスができます。この4つのクロスがプライスレンジになるわけですね。で、一番上にあるのは妥協価格。まあ、これだったらいいなとしてお客様が払ってくれる金額。で、適正価格というものがこの一番下にクロスされるんです。で、右がこれ以上上げたら何が何でもお客様は来ない。集客が落ちると。上限価格。で、これ以下にしちゃうと品質を疑い始めるという、加減価格ということですね。で、この4つをですね、クロスを作ったら、じゃあまず適正価格で、じゃあこれをもうちょっと頑張って妥協価格に持ってこうよということですよね。で、逆にここまでは狙わなくていいなとかですね。こういう風にして価格というものを決めます。だから僕のお店は1万9000円という適正価格にしてます。あの、麻布十番にあるね、料亭のところはね、コース料理が。これはどういうことか。人のマーケットに答えさせた。自分で答えちゃいけない。自分でオナニービジネスをしちゃいけないです。マーケットの声をしっかりと聞いてください。商品とかね、あのサービスを開発するときってあまりマーケットの声を聞かない方がいいんだけども、プライスに関しては実際お客様が感じて払うものだから、もうぜひこれを聞いてください。だから自分勝手に作ってもいいんです、商品は。自分勝手に作ってもいいんだけども、その商品に根付けをするのは結局お客様だから、あなたたちじゃない。その根付けを聞く方法、これが PSM 分析になります。で、この妥協価格が分かったら、あの、適正価格が分かったら、ここからがスタートしてるんですからね。ね、経営者になるとね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいするとね、例えばね、僕のカフェもこういったね、カフェラテを出しました。カフェラテを出して、最初は700円で売ってました。じゃあ今800円です。900円です。今、実は1200円になってるんですよ。こういうふうに、どんどんこうやって上げていくんですよ。じゃあ、例えば普通のカフェラテをこうやって出してました。これで売れるんだったら、まず考えないといけないのは、エルメスはどうしますか、シュプリームはどうしますか、売らないっていう、価格を上げるということをしますよね。ということは、価格を上げると人が来なくなります。来なくなると、じゃあなんかね、カフェラテ700円でね、売れすぎてたから、じゃあ価格を上げよう、人が来なくなる、じゃあ何か改善しないといけないとして、じゃあラテボールというものを作りました。じゃあこうやってまたどんどんね、それがインスタで話題になって人が来ました。じゃあこれまたね、価格を上げないといけないって言って人を減らすんですよ。で、じゃあ何をしたか。じゃあラテボールじゃなくて、ドバイラテとかね、金箔ラテとかそういうものを作りました。そしたら価格が1200円とかね、今、ドバイラテだと2000円超えるのかな、そういう風にやってますね。あとアイスラテって言ってね、アイスをこうやって砕いて氷にこうやってアイスラテを入れてミルクをね、こうやって混ぜて自分で氷の冷え冷えのアイスで氷のグラスで飲むみたいなね、そういう風なことをやってくる。それをね、1個3000円ぐらいやってますけども、こういう風に価格弾圧というものをどんどんやっててください。これが、皆さん、事業の楽しいことなんですから、これを諦めた経営者も終わりです。で、価格を上げない経営者というものは終わってます。もうマジで終わってます。はい。